君と冒険する RPG 原神ドラゴンクエスト。はい、今日も続きをやってまいりましょうか。前回はですね、ステージ5だな、5、これベロリーマンね。ものすごい凶悪そうに見えるけど、ここだと根はいいやつでしたね。なんか楽しそうにえーいって雪玉を投げていましたが、今回ステージ6です。これはゴーレムだな。もうな、言っちゃうけども、ゴーレムはね、あれなんだ、覚えてるぞ、笛が効くぞっていう話を聞いていて、でモモタンが持ってんだよ笛。スッってね、あの自分のバッグにね入れてたから、会計通さずに。モモタン大活躍の回なのではないかと思っています。おー、もうあれだね、竜王の城行くね俺ね。なんか書いてる、メルチドア。マルチドア、ファミリータイプってことか。なんか優しいダンジョンな気がするぞ。ラダー島の始まりか。おー、勇者イノババよ、無事雨雲の杖を手に入れたようじゃな。はい、ゲットしましたよ。残るはロトの印か。あれ、ロトの印ってあれなの、残花台なの。これ雨雲の杖と太陽の石を合わせてロトの印って呼んでんのかなって思ってたけど、別にあんだロトの印は。遥か南の死の砂漠を越えた先に、まあ、マルチドアじゃないよ、メルキドの街だって。死の砂漠を通るのかい俺は、王様。俺はメルキドの街に行けばいいんでしょ。メルキドの街に行くには死の砂漠を絶対通らないといけないの。そこにはロトゆかりの者が住んでいると聞いたことがある。ああ、ロトゆかりの者にロトの印をもらうのか。でもロトゆかりの者って俺じゃないの。俺以外にもいるんだ、親戚か俺の。ロトゆかり、ロトゆかりちゃん、女子かな。私はイノババ様をお慕い申しております。ローラ姫どうかお気を。そんなご無体な。ローラ姫もさ、ついてきてくれればさ、王様もさ、え、ローラも行くの、じゃあちょ死の砂漠以外もルートあっからさって言うかもしれないじゃない。頼むよ。それじゃあ早速メルキドのモモタンは行く気満々だけど、向かうかい、出発も。じゃあモモタンはさ、人の言葉がいまいち分かってないからさ、死の砂漠がどんなに恐ろしいところか分かってないんだよ。ここから砂漠に入るもんじゃよ。モモタンさ、あれだよ、王様がいくら言ってたからってそのまま真に受けてさ、死の砂漠を通らないといけないってわけじゃないからね。他のルートを検討したんですか。してないんだったらして、今しよう。砂漠の敵はとても手強い。じゃあなおさら気合入れて、気合とかのさ話じゃねえんだよ、こっち見んなよ。検討しろっつってんだろ、他のルートを。わあ、また岩あるし。これ絶対隠れてんだもん、この岩には。こいつが絶対隠れてんだよ、岩には。俺は滅でさ、岩を崩すけど。あ、ベロリン、黄色ベロリンマンだ。こういうこと。一発で倒れてるんだ。ああ、岩が二つあっても同じなんだよ。同じなんだよ。やだなぁ、しば。死の砂漠やだな。死の砂漠って呼ばれてるっていうのをさ、知ってたとしてもさ、俺に言うときはぼかしてほしいよね、せめて。あーんだー、これこの組み合わせはやばい。この組み、どうしよう、どうしよう。ああ。で、待って、こいつは、一発で倒れるから。次から次へと。よし、ほら、ちょっと、骸骨レッツレン、ドロッパー。骸骨は本当厳しいな。こんな砂漠なのにあいついい動きしてくる。あっ、今の銀色のスライムはメタルスライム。知ってるよ、モモさん。今、メツがちょっとあれだったな。流し入りが完全に入ったのに。あいつを倒せれば、とんでもない経験値をもらえちゃうもんじゃよ。逃しちゃったね。ちょっとショックだな。また出てくる？出てきた！ああああ、え、ちょっと、こういうこと？滅じゃダメなんだ、滅じゃダメなんだ、これ。待って、言語能力が追いついていかないぜ、俺の。待って、まずこいつだ。まずホイミスライム。お前ら、ふざけんな！なんちゅう、門を。なんちゅうもんを食わせてくれるんじゃ、ちょ、同じ動きする、お前ら。待って。
ごめん、ごめん、ギラ。ごめん、ギラ。もうギラでいいっしょ、こいつらは。うらっ、ちょ、同じ位置に行ってくれ、同じ位置に行ってきて。よし。今、ダッ。ガメッセよ。あのな、いい歳して、規制上げてって思ってるでしょ。上げるって。こんなの上げるって。あー、砂漠抜けた。砂漠抜けた。モモタン、分かったでしょ？死の砂漠はね、ダメだって。人が通るルートじゃないんだよ。こっから山道もじゃ。メルキドの街はこの山の向こうにあるもじゃよ。うん。モモタン楽しそうだけどね。ウイッ、ウイッ、ウイッって揺れててさ。俺はさ、もう肩で引きしてるから。山道は複雑で迷いやすい。なんでそんなルートをしっかり頼んだもじゃ。しっかり頼んだもんじゃなくて、お前がしっかりすればいいだろ？しっかり先導しろ。こっち見んな。こっち見るんじゃないよ。チラチラ見るんじゃないよ。どんな敵が出てくるのかな？あ、こいつか。こ、あ、あ、こいつ、こしゃくな。ほっ、よしよしよし。3発かえ、3発返さないといけないの。意外に大変だな。絶対組み合わせで来るだろ、あいつ。分かってんだ、こっちは。ええドラゴン出てくんの？ちょっと待って。こいつあれだよ。一回俺倒したよな。一回倒したやつだよな。戦い方、変わってなければ。一回戦った相手だったら俺は。あ、ここだな。あ、ごめんごめんごめん。そうですね。ここだね。ここ。よし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 。シンクレップさん、決めたかった。ごめんごめん。三連山ね。まずは三連山から、徐々に俺のボルテージを上げていく。上げていこう。お、ここでいけんだっけ？ここでそろそろ、あ、ダメか。ここでそろそろ、よしよしよし。よしよしよし。あ、ここか。あー！あー、もう。あ、ここへいける？あー！くそ。まずは三連山。次も三連山。最後だな。最後に決めるよ。俺はここ行けんだっけ？行けないんだ。もう、同じ敵出てくるのはいいけどさ、ちょっとドラゴンはどうなのっていう話があるよね。PTA も行ってた。こないだ。よし、行くぞ！ブーッ！うっ、うっ。まずは三連山。次も三連山。そして、三連山。次だな。もう一発、もう一発チャンスをくれ。大王様、大王様、私に、もう一度チャンスを。シンクーレップさん滅。ありがとうございます、大王様。よかった。いや、結構、難しいんだよ。ちゃんと練習してんだよ、俺は。練習してんだけどさ、いざとなると、手に汗かいて、もう、ホラーなもじゃ？ん？ホラーなかい？怪しいもじゃ。は？どっちに行く？また俺に選択を委ねようとするのか？進む道は稲葉場に任せるもじゃよ。まあ決めたでしょ？この間。とりあえず曲がるって。入ってみよう、ホラーな。ジジイ、ホコラがあるかもしれないしな。ホコライコール、ジジイがあるかもしれない。お！ほら、滅。あ、ごめん。あれ？逃げられた？もしかして。これはね、基本的にね、横切りで行くから、あ、そうですか。これもね、3回横に行くね、俺はね。縦は使わないね。ミスる可能性が高いんで。開いた。これ、ほこら？ほら、じゃん。じじいが、じじいが亡者になってしまった。これは何だ、これは。これ、何が言いたいの？このダンジョンが俺に何を訴えかけようとしてるんだ。とりあえず俺は、とにかく、滅を連発しているけど。医者に一日14回までって言われてんだけどね、滅はね。だいぶコンボ数を稼いでるけどね。おお、なんだ。行き止まり行き止まりとかあんの？戻るしかない、戻んのかよ。ちょっと待って、一回回復してえな、俺。微妙に心もとないな。どうせ MP 回復するし、ちょっと一回回復しよう。元の場所に戻ってきたもんじゃね先に。もう、無駄足かい？もう、無駄足。ちょっと、一回回復するぞ。
おいみ。ケンパーの稼ぎにはなったような気もするけど。はぁ、戻ってきた。すいません、先ほどですね、このホラー穴を抜けて、もうなんで無駄足かよっていうところで、録画が、ゲーム画面の録画がプチンとストップしたと思うんですけど、ちょっとショッキングな音がありまして、ゲームのプレイ画面と、あとマイクは別々の PC で撮ってるんですね、うちって。で、ゲームの画面を撮ってる方の PC って結構古くて、もう5、6年使ってる方なんですけど、フリーズしまして強制終了かかったんですね。で、俺は気づかずに、わーわーわめき散らしながら進んでいって、このホラーの抜けた後に無駄足だったのかっていう下りがあって、で、さらに進むと、爆弾岩と、ルカニーを使ってくるドラキーが出てくるんですね。で、ルカニーを食らって、あー、ちょっとやばいやばい、一回、こう、休憩していれば戻るんじゃないのって言って休憩を挟んだんですよ。そしたら、気づいたんです。ストップしてるってことで、再起動してるっていうのに気づいて、呆然としたんですけど、意外に取れてたんで、ドラゴン戦とかはもう取れてたんで、それは救いだったなと思ったんだけど、ちょっとやり直しました。やり直して、ここまで来たんで、さっきホラー穴入ったけど、無駄足だということが分かったので、まっすぐ進んでみよっか。どうなんだろうな。単に祠での下りがなくなるだけなのかな。わかんないけど、ちょっと進んでみよう。ああ、そうか、そうか、そうか。これだな。爆弾岩がね、出てくんだよ。で、せいで、多分次あたりで赤いね、ドラキーが出てくる。正式な名称はわからないよ、俺は。こいつね。こいつが、さあ、こいつに、ルカに食らったんだな、ほらね。また食らいました。で、こいつで、3回切ると爆発する。はい。お、今 MP も回復したね。いい感じだ、いい感じだが、ちょっと待って、これ、ルカに食らったんで、ちょっと休憩しよっか。休憩すればね、治るってことが分かった。あ、済んじゃった。おうおう、戻ってるね。オッケー。またホラー穴もじゃない？またホラー穴なの？多すぎじゃない？ホラー穴、ここ。住む道は稲葉場に任せるもんじゃよ。じゃあ、行くかい？っていうかさ、今、休憩しながらふと思ったんだけどさ、たったこれだけだったらやり直す必要はなかったよね。まあ、よかったよ。もう、あれだけ規制を上げといてさ、今さら、初見のふりしてはできねえもん。本当に安心しました。ここまで録画が撮れていて。ふぅ、ういお、これはね、横に2回のパターンですね。この夫人は横に3回のパターンですね。もう、これも3回ですね。これも、横に3回ですね。あ、ごめん。これも3回ですね。はい。絶対斜めで切るでしょ皆さんは。私の場合は違うんですね。3回横に切ります。これでまた、ゾンビか。次こそジジイじゃないか。あえ抜けちゃった。これは抜けたもじゃ。行くもじゃ。これは何だろう順路かな。よくわからない。まあ、いっか。進もう。長えな、山道。ああ、モータンもらえた。ちょっと、これ、ああ、これきつい。これ、ごめん、これきつい。こいつ3回でしょ ?3、ごめん。ちょっと待って、待って、待って、待って。集中させて、集中させて、打ち返すのに集中させて。ごめん、ごめん、ごめん。ああ、もう。やだよ、お前は。本当に嫌いだ、俺がやこすが。おい、魔法飛んだと、おい！しかも帰っちゃったし、あいつ。ああ、お前のせいだからな。俺、骸骨のさ、首を飛ばすときはなるべくかっこよくするっていう意識を持ってやってたんだけど、今ちょっとかっこ悪かったね。ちょっとだけかっこ悪かったね。待って、ちなみに？あ、ちょ、お前、キースドラゴンって、ちょ、待ってくれ、ちょっと待ってくれ。あー！これ魔法トーンいつまで？ちょっと休憩挟んだ方がよかったかな？ちょ、待ってくれ。ドラゴン出てきすぎじゃない？この山道。だから嫌だったんだ、俺は。この山道を通るのは。死の砂漠はまだいいけど、山道はないって言ったっしょ。あ、ちょっと待って。あ、もう溶けた。魔法トーンもう溶けた。
ちょ待って、こいつ、好きねえ。好きは、ああ、ここか。ここで、切りつけるしかない。ちょ、待ってよ。待ってください。もう意味使わせてください。ちょ待って、これ。やばい。ここ、よし。よし、真空ラップさん。ごめん。ちょっと待って、今、ちょっと、真空レプーザに力入れすぎて、貧血気味。勇者貧血気味。ここだ！よし、いいね。この、一応、隙間、見せてくれ、これかい？ちょっと。ああ、もう、際はやめろ。お、よし！結構ね、練習してんです。あ、ちょっと待って。マジで、いつの間にこんなに食らった俺。おいみ。もう、泣きそうだよ。ももたん。回復。ももたん回復。なんとかして回復してくれ、俺を。ここ。ああ、ダメだ。ここ。ここ。よし、行くぞ！これで！よし！ 3 連発！かっこよすぎる、これ！ああ、まだかい？お前なかなかやるな。この、ドラゴンハンターと呼ばれた、この俺に、ごめん。すいません。4発目の必殺技を打たせようと言うのか。お !3 発で、決まったな。熱。4発目はお預けだ。ちょ、待ってよ、ドラゴン出てきすぎでしょ？どう考えても、いかに、竜の一族といえど竜の一族稲葉場といえど、ちょっと竜を差し向けすぎじゃないか。もうまたほらなんかいくつなんだよ。進む道を決めるもじゃ。入るよ、俺はホラーナ入る族だからな。ホラーナ入るの一族だからな。入るけどよ、もう別に敵は怖くないもんね。あれでしょ、むにゃむにゃむにゃってやつしたやつでしょ